そしたらちょっと中川君にちょっと喋れる状態。喋れる。大丈夫ですよ。あ、ちょっと中川君の感想を聞きたいな、今日な。今日のちょっと一つ質問あって、おう。悲鳴方便って出てきたじゃないですか。ね？何方便？あ、ひ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 、悲鳴妙方方便。はいはい、悲鳴方便。便。あれ、こういう理解でいいのかなと思って、増法時代における天台仏法での修行法として、朝題目有念仏っていう形態があるじゃないですか。つまり、あの修行法のことを、要は念仏二千言経を方便経としてする修行ですよね。そう。悲鳴方便というのはそういう理解でいいんですかね。いやー、そう全く思っちゃうとあれなんだよね。違うんですかね。まあ天台大師が悲鳴方便としてそれをされた。まあ、そうとも言えますかね。そういうことですかね。ただ、その直ちにそれをこうリンクしちゃうと、ちょっと語弊があるんだよな。だから悲鳴方便っていう、ちゃんとしたそういう法華から開いた一大仏教という観点がそもそも教義としてあると。で、それにのっとって一つのその修行法として、朝題目だっけ、朝題目、昼寝、夜念仏というのがあるっていうか、それ、まあ世間的に言われてる話なんだろうけど、今ちゃんと調べてみると、あれだよね、半行半坐とかさ、上行とか、っていう4つの四種の修行のその中のどっかにあるよね。90日間阿弥陀仏の周りをずーっとこうやって、南無阿弥陀仏を唱えながら回って歩くっていう、そういう、もろにそう修行法があるもある書いてあったもんね。だからざっくり言えば、今中野君が言った通りの意味合いでいいと思いますよ。ちょっと復習して、もうちょっと詳細っていうか細かく細分化して、ちょっと最近時間がないもんですから、あんまり勉強ができてないもんで、でもいいちょっんだとよ。しっかりこれから復習していきます。真行が大事なんだから、あんまりそんな学をそんなに優先させることはないんですよ。ね。そんなことより、俺は今日は中川君が日頃の、日々の生活において、非常にこう刺さるものがいっぱいあったんじゃなかろうかというふうに、思っておるんですけども、二人ですか？そっちの方が聞きたかったんだけどね。そんな二人ですか？悲鳴方便なんかどうでもいいよ、そんなの。怒りですよね。怒りとね、あれだよ、喜怒哀楽っちゅうか。僕も上下すごいですから。それがやっぱりね、逆にやっぱりその落ち着いた仏道修行をやはりもう妨げてくるってことなんだよね。ただですね、その上下の振り幅がですね、だん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 小さく狭くなってきてるっていうのは、本当に如実に実感しておりますよ。そう、ありがたいことですよ。じゃあ、そで、の、最近も、つい最近も、以前だったらドカーンいっちゃったような出来事が2つ、3つあったんですけど、気がついたら無意識にそんなことはなくて、なんか今、円満に丸くことは運んでるんで、なんか、自分でも世変わった間なっていう。なんか世間でさ、なんとかコントロールってあるじゃん。こう怒ったら6秒間どうのこうのするとかあんたらって。あれは我々はさ、そのまさにそのうーってきたら、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経って、その時ですよ。その時にうっときたまま放置、ご本尊を念じないから、だからドッカーンって吹いちゃうんでさ、ご本尊さーっていうこの一念さえあれば、どんなに感情起伏が激しい気質の人でも、ちゃんとキューっていい感じにまとまってくるんだよね。だから結局真なんですよ、真。まさに朝晩の勤行の時はご本尊を信じてお題目唱えるんだけど、その内守崩壊を打って離れた後に、どこまでご本尊を念じ続けるか、いつでも行住坐が、動いてる時でも座ってる時でも立ってる時でも寝てる時でも、行住坐が南無法蓮華、ご本尊を念じる、大聖人様を念ずる、それが大事なんだよね。だから、うくるが安く、ここにも通じるんだよ。うくるは安く保つは難し、去る間成仏は保つにありだから。
ゴンヨウと正代の時だけが信心じゃないってことだよね。ゴンヨウ正代から離れてからも実はいよいよの信心が開始していかなきゃいけなくて、そうしていくとね、随分と変わっていくんだよね、日常が。あの、知らないうちにゴンヨウ様って念じてるだけで、なんか穏やかな中、自然に中庸を保つ生活になっていくっていうかね、うん、そこがやっぱ結局は真ですよ、末法は。あの25行、今の25法はそういう傾向を我々は自覚する必要がありますよっていう点においてはその通りなんだけど、じゃあ結局どうすんのよっつったら、意識しながらで、そういう自分は傾向性があるなって意識しながら、やっぱりご本尊様っていう、その行住座がご本尊様を念ずる、念じ続けるっていう、そこにやっぱり肝があるんじゃないですかね、末法のこの修行はね。そうすればもう万事 OK、 煩悩即菩提。うん、はい、ほぼ佐々木さんがおっしゃったことと僕も今日は同じでしたよ。ああ、そう、そこの傾向は似てるとこありますからね、はい、やっぱり信じて行ずることで全て体得できるということね。はい、よろしく頼みます。なんだって釈服を成就されて今日はね、育成でお寺に連れて行かれるということですから、誠に尊いことですよ。で、いよいよ、まあ、釣っていくのは明日ですけどね。うん、でいよいよあのなんとかね、親方をこの2人で、あの中野君と彼君と今度は2人でね、はい、それか二十歳の子が先かね、あの周りを完全に周りを崩していっちゃうっていうかさ、で親方を一人ぼっちにさせて最後全員でガツッと、このでもそういう方法もあるはあるんだよね。豊田さん、その後にですね、うん、あのインドネシア人の鉄筋屋の親方がいるんですよ。おうおう。でまあほぼもうほぼほぼ風体はインドネシア人ですけど、もう中身はほぼ日本人なんですね、うん、日本人の奥さんもらってて、うんうん、でまあものすごい僕と気が合って仲いいんですけど、うん、今度その後はそっちに行きますんで。あ、そう、親方は、はい、親方は何、ちょっと厳しそうなの？いや、もうね、人柄はものすごいいい人柄の、うん、あのインドネシア人ですよ。いや違うよ違うよ、その今の君と一緒に勤めてるところの親方。ああ、うちのねそうですね、頭がすごくクールで、うんうんうん、ただ、うん、頑固なところはあるかな。でもですごく自分に自信を持ってる方。この間あのミーティングに出た時のあの雰囲気はそんな悪くなかったけどね、感触は。うん、あのすごくなんか濁ったものがないようなことを感じさせる男です。なのでね、あのリモートミーティングで釈服応援するっていう企画はまだ消えてないんだからさ。はい、もちろん、うん、頼みますよ。なかなかあの娘さんたち子供たちが多くてね、休みの日がなかなか時間取れないんですよね、あと仕事のこと。なるほど。だまあ時間と取れ次第、取れるんであればすぐにでもとは思ってますけど、うん、でももう中身内容は豊田さんの動画もよく見てるし、君とこの間あのしたやつも一緒にこう見てたから、お、まあ、であと出張でいつもお寺参詣してる時に君と行くようになるから、今度ちょっと付き合いないよっていうような感じで、しばらくそういう時間を置いてもう一度チャレンジアタックしてみようかなと思います、うん、よろしくお願いします。あの、はい、20歳の子もいい感じだったよね、感触はね。あの、うん、こうそう、あのちょっと若いからちょっとなんか今出てきてないんだけど。ああ仕事にね。だけどまあ、うん、おいおい時間をかけて彼もと思ってます。はい、よろしくお願いします。もう、はい、まあ、なんとしてもね、みんなで力を合わせて釈服の実を上げていきましょうよ。お願いします。はい、はい。